どうもこんにちは、高橋とケイでございます。はい、さっきね、僕すごい人来ました。次はケイの番です。行きましょう。はい、来ましたよ。石36個もあんじゃん。うん、いっぱいあるよ。見立ってないからね。俺は使いました。何回引くんですか。じゃあ5回でしょ。とりあえず5だね。うん、ちょっと何言う。フランキー。嘘。フランキー。いや違う、なんとか言いたかったね。いや言いたかったんけ、よくわかんない。いや今日一番出る。今日すごいよ。0からの100の声の幅がすごいんだけど。ちょうどいいのお願いしていい。ちょうどいいの。じゃあ、マイク割れちゃうから。調整しといてね。いや難しいよ。いや、とりあえずいいから言っちゃってください。いや本当にね、レイリーとか来たら本当にお前もこれあれだよ。何だ。加湿器のそのタンクなんか入れるから。加湿器の水のタンクなんか入れるから。いい、はい、入ってください、はい、1回目さあ行くんでしょうか。じゃあお前の、うん、ね、オカルトを信じる。言ってねっつも言ってないけど、でも確かに出たよね。街を触るってわかった。街を7回触ったらいいんじゃない。どう。いや、それ勝手にやるって真似する。いや喋ってる喋ってるから。はいはい。お前よくこれ出るな。うん、これとウソップだよ。初期並みとね、初期の泥棒猫さん、初期の泥棒猫さんと、ね、嘘つきさんね、嘘つきハンマーさん。2回目お願いします。はい、じゃあもうお前のこの触るってのはやっぱ嘘だ。嘘だ。だから俺言ってねえよ。信じない。俺言ってねえ、勝手に曲げてねえ。じゃあいい、言っちゃってください。さあ2回目。いや来るか、何か来るんでしょうか。あれ今日やばいな。やばいんじゃない。マジで。持ってるよ。はい、持ってるやつ。今日やばいな。やばいかもしれない。一回も来ないかもしれないな。そのパターンある。前回あれだったら、俺が北海道さんのパターンだったから。いや、ありえるかもしれない。ありえるんだよ、やっぱ。さあ、じゃあ3回目。じゃあ行こうか。はい。で、ちょっとこの斜めらへんこう、うまく。知らねえ。こうやってやったとこ何も変わんねえ。やばー。さあ、出るか。誰か出るか、来るか。おお、やったやった。来た。やったやった。やばいやばいやばい。おお、やばいやばい。うわー、いや、よっしゃいいじゃんって思ったけど持ってた。いやちょっと、いや、ね、確かにジンベエ出たらいくらでも嬉しいんだけど、でも持ってるってそのジレンマ。やっちゃった感じだね。いやまあ必殺技レベルが、まあ、上がる可能性あるから。そうかそうか、うん、これ進化しても一緒なの。進化しても一緒だと思う。うん、一緒一緒。じゃあ持っていこうか。さあ4回目。さあ行きますよ。さあさあ行きますよ。じゃあ今日逆に斜めに。関係ねえだろ。今日は逆に斜めに。今日ってかさ、あなんだなんだ、やるならやれ。行くよ。はいはい、来るか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 。おお、いいねいいね。来た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 。はい、はい、これ持ってないでも俺。多分ね、あのゾロの分かれるじゃん、進化が。初期ゾロの別の進化ルートです。だからあの実質は銀です。なんだ実質銀か、うん、実質銀です。そのパターン来たか、うん、残念ながら、うん、じゃあしょうがねえか。じゃあはい、ラストもうラストいっちゃってくださいよ。いくよ。じゃあまだ来てないからね、今日。今日ね、今日来てちょっとやばいかもね、本当に。やっぱ寒いからね。寒いの関係ねえ、俺だって寒いけど出たよ。さあラストです。はい、どうでしょうか。はい、いっちゃってください。どうも。はい、はい、来るか、はい、来るか。また一緒一緒一緒の煙さんが出ました。あああああ、じゃあ持ってくわ。あ、行く、うん、やるね、うん、まあ確かに全員アップしてるからね今。じゃあ行くよ。さあもう一回行くよ。じゃあ行っちゃってくださいよ。しょうがないよ、もう今日これ出なかった。はい、もうさあ先の1回、どうだ1回目。なんか似てる。誰も俺に逆らうなっていうおじさんね。あのよく俺にあの前回まですごいいっぱい出てた人がもう映った。逆らうなおじさん。うん、あのクリクラの俺映りました。じゃあもう一回行こうかな。マジで7回。もうどうせいいよ、石使わないっすよね。まあそうだね、い、うん、っちゃったよ。ラストこれ銀だったら泣くよ。これ泣きの7回で泣けるか。雑用ラストで泣きの36、ね、5個目使って雑用。はい、あ、まあ今日はもうしょうがない雨だから、うん、雨関係ねえ。やっぱあるよきっと。あん、天候あるから。天候あんだ。天候伝説。なんでここで天候違うんだよ。じゃあ俺出たよ。そんな感じでした。はい、そんな感じで軽編でございました。いや、やっぱあれだね、前回も強すぎたから。なんだかんだすごい数じゃないのに勝手にすごい数だったしね、この間。確かに。まあそれを考えればね、そ、じゃあ逆になったと思えば、まあ、そういうこともあります、ね、あるってことだね。いいこともあれば悪いこともあります。素晴らしい、そういうことです。
何この回なんで勉強会みたいなはい、今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、またいろんな動画上げていきますのでまた見てください。はい、それじゃあバイバイ、高橋とKでした。明日も頑張っていきましょうぜ。またねー。ガックシ時間差ガックシバイバイ